今日午前、松山市内で停電があり、交差点の信号が消えるなど、一時現場付近は混乱しました。停電の原因は、この時期に増えるあれでした。午前11時過ぎです。現在この一帯、停電が発生し、信号機が落ちている影響で、現在警察官が交通整理を行っています。四国電力によりますと、今日午前11時前、松山市山越で、住宅など400戸が停電しました。停電はおよそ40分間続き、付近では信号がつかなくなったため、警察官が交差点で交通整理に当たったほか、スーパーもレジなどが動かなくなり、店員が客の対応に追われました。この停電、原因は電柱に作られたカラスの巣でした。カラスは金属製のハンガーなどを使って巣を作るため、毎年春のこの時期に巣が電線に触れて停電を引き起こすことがあり、四国電力は電柱の上にカラスの巣を見かけたら知らせてほしいと呼びかけています。